バイガ・カスガ神社は、大阪府茨城市にある、カスガ神社旧社の一つ。天馬宮村市には、王子は、甲羅社、または、甲羅神社と称し、中条号の奏者としてなたかかりき、624年前、菊くにひろこの神を深く信じ、一の誓願をなしたい成上しければ、カスガ大民、神おさむしまげ甲羅社国東路延二28月日、願式。 国広軽白と刻める春日式石道路を封建す。現に斜前の石垣内に、松の老女と共に存し、今や大阪府天然記念物としてせらるとある。アテオ幸彦は、捨て振るところによれば、神宮皇后参冠聖罰の最す猫の地を通り、村民の最悪を、旧日立りしかば、村民その徳に奉品ため、祭りて神となしたるなりという。 春日村に、春日神社を奉仕するは当然のことなれば、この伝説は灯籠によりて不快されたるにあらざるか。と指摘している。明治5年尊者に列す。石灯籠鎌倉時代の作で、三島地区で、在名道路中最古。昭和38年7月国の重要文化財に指定される。名域上部の、春日大民、神お島下群馬イカ村は、下部の、 京白甲羅社国東路延教に八月願式広し、と時代が異なり時代が新しく後代の人によって追告されたもの高熊小竿は春日神社の石東籠校で甲羅社は甲羅大社ではなく岩清水八幡宮の拙者甲羅社のことで延教2年には花園天皇も行行して甲羅社に歌詞あり甲羅大社も敬意を表して石あかり籠寄進 その後放置されていたのを明治初期に倍賀村の人々がもらい受けて宇治神に祀ったと考察しています。ありがとうございます。